牧場を横切るフットパスに設けられたキッシングゲート人はエンクロージャーの中に入り扉を動かし通過する。キッシングゲートは牧場などで使用される人の身を通し家畜の通過を妨げる門の一種。開き扉の横には半円または長方形、台形、V 字型などの人一人が入ることのできるエンクロージャーが設けられ扉はエンクロージャーより外側に開くことが できないようになっている。扉は敷地の内外に関係なく常に閉じられた状態にあり、家畜の逃げ出す隙間が生じない。人は扉を押し開けエンクロージャーの中に入り、次に扉を引くことによってゲートの反対側に行くことができる。多くの扉は貧ジ部にバネや重りを用いてエンクロージャーの片側に自動的に閉まるようにできている。エンクロージャーは狭いため、 ベビーカーや車椅子での移動は困難である。設計上、自転車の利用も考慮されておらず、利用者は自転車をフェンス越しに持ち上げて移動している。あるいは、自転車や馬に乗る者は、キッシングゲートの扉の掛け金を解除して、扉を完全に開いて通行可能な状態にするか、隣接する従来の門を使用する。キッシングゲートのキッシングとは、扉が エンクロージャーにしっかりと閉じることよりもむしろ軽く触れるだけであるという機能に由来する。英国の障害者差別禁止法には障害者の交通障壁を解消するために公共事業によって合理的な調整を行う必要があると記されている。イングランドの環境、食料、農村地域省は従来のキッシングゲートと階段上の構造物であるスタイルに対して より広範囲の利用者の通行が容易なタイプにとって変わるか補われなければならないと提言した。キッシングゲーツアレンクルーデットインエブリティッシュスタンダード BS57092006 キャップスゲーツスタイルズ ISBN0 から580481077ザスタンダードイズファンクショナルラザーザンプリスクリプティブありがとうございます。